学院の足がねえっすよ、これ借りてるよと、うわうわそんな長いんですね、うわぁ意味がわからんロリコンチャ松本です。ジャスマニコエです。ニコジョラオです。オージです。今日はのんちゃんのね、はい、やってもらおうということで、モンさん、王子直接がね、多いよね。そうなんですよ。あ、そうっすね、この間も東京でちょっとね、あ、贅沢よね、うん、ひどすぎんじゃないの。あ、でも確かにひどいですね、うん、ひどいよね、こうなんかトウモロコシ畑のおっさんみたいな。確かに。じゃあ今日は何を。最近なんかむくみが。そうなんですよね、むくみが結構ひどいですよ、これ。このむくみに対してちょっと針治療と水玉も少ししながら、はい、手もしびれてるんですね、うん、手もそうですね、若干しびれたりしびれなかったり、そうです、なので、まあ、足と手と、はい、まあ、ついでに首と、はい、やりましょう、やっていきます、お願いします、お願いします、よし、松尾田道中記94マックスで87で減ってる、はい、だから剣道やってるからですね、そうですね、食べ物も糖質はちょっと制限してる、はい、珍しくさ、続いとうよね、うん、あ、そうですね、最初結構激しい稽古をやったんですよ、僕がね、そしたら具合悪くて食えんくなったんですよ、僕もそうなんですけど、それからよね、そうです、剣道すると1キロぐらい減るんですよ、結果が見えるんで、なんかやる気が、あざだらけやね、ほんとやばいね、二階堂にやられた後やん、これボデブリこかされた後です、大丈夫これ、暴力コンテンツにならん、大丈夫二の腕とかじゃ普通やられんもんね。しかもアトピー肌だからなおさら、そうっすね、多分なるほど、僕ね、回復が早いんですよ、怪我とかすぐ治るんですよ、ここ腫れとったんですよ、こう、あ、こんぐらい盛り上がって、ここが全部ガーッと腫れて市内の形、大事や、これ誰にやられたんですか、イランドコンさん、かわいそうや、わかる、全部俺やん、かわいそうやけど、イランドコンバトマスや、全部バトマスのシャワー、迷惑でしかないね、バトマス、力でご利用しようっつもんな、ね、剣道もそう、力でご利用しようっつからこんなことになる、始まった始まった始まったよ、首とか肩はどうですか、重たさとか痛みとかはそんなに、はい、あ、痛い、はい、首が、はい、早い早い、お前聞いたらいろんなところ出てくるね。左はどう、左は大丈夫です、右側ですね、上向いてみましょうか、え、限界ですか、限界です、嘘やん、はい、ひどなっとない、うん、戻ったね、昔にね、いや、それ上向いてないもんね、下はちなみにどうですか、下はこの辺突っ張ります、突っ張ります、うん、もう終わりやね。自分もう、あ、うわ、来世にかけるしかないね、そうですね、今期は残念でしたね、根性ね、根性はもう無理やね、しびれが出るのはどっちですか、はい、左、こっち、右は全く出ない、大丈夫です、ね、したらおばちゃんみたいな、ほいほいやね、ほいほい、これ筋肉なさすぎやろ、ちょっと、え、すごい、マジか、これ中村沙織先生ぐらいあるな、これ触ってんこれ、あ、本当だ、だって腕の発作出たらもう本当こんなんですよ、多分筋肉回ると、うん、そうね、あと脂肪やもん、そう脂肪やん、右もですか、目の方が強いですね、お前どうやって生きてきたんそれ、男の人で珍しいよね、珍しいよね、ね、そう考えたら食べるときにさ、こう腕を置くじゃないですか、裏の腕、はい、やっぱ多分保持しきらんよね、あの筋肉じゃ多分ね、ああ、今しびれこっち、はい、そうです、外側ですね、今はしびれてます、しびれてます、あ、しびれてます、はい、結構疲れも溜まってますよ、ね、溜まってると思います、うん、脈も弱いですね、内臓の疲労がそこまでないですね、やっぱ食事を気にされてるだけあって、はい、そんなに内臓は疲れてないんですけど、はい、単純にもう肉体の疲労でしょうね、戻りが遅い、また痛いよね、痛い痛いです、ちょっと抑えられたらちょっとやってて、ちょっとてかそんな押してないの、どうしようもないですね、うーん、どうします、改造手術しますか、筋肉も多分少ないんですよね、やっぱり足もそうなんですよね、脂肪がつきすぎてるんですよね、むくんでるのか脂肪かわかんないですけど、うん、まあ、ただ脂肪がつきやすいっていうのがやっぱりその血流が悪いところとか体温が低いところが脂肪ってとつきやすいので、そもそも多分代謝が悪いのと血流が悪いのが、うん、うん、まあ、ベースにあるんじゃないかなと、代謝悪いもんね、悪いですね、朝は結構かくんですけどね、それはもう更年期や、更年期障害、障害代謝がおかしいって無駄に汗かく、あ、多分そう、そういうのなんですかね、とりあえずもう全体的に血流を良くしていって、むくみとしびれを取っていきましょうかね、はい、松尾田道中記、あー、硬いですね、お、
もう汁なしで、うん、汁なしで担々麺。こんな感じなんですね。早いですね。あ、初めてですか。初めてです。痛い？いや、痛くないですよ。痛くないよね、うん、今日はドライカップで。うわ、キモ。うわ、これいかん。ちょ、ゲイ発はこれいかん。これはダメだ。お仕事どう？リアルの見た目的には。色はここら辺はあんま変わらんすよ。うん、三谷がさ、毛穴、なんか毛穴の集合体が、毛穴がやばいことになってるんですよ。この辺とかがですね、結構点点点点ってこう、ま、周りがマジでキモいんですよ。でももっと二階堂さんの方が綺麗に点点点出ますね。ああ、なるほど。じゃあシワチックやね。本当シワチックやね、確かに。そうシワみたいな、なんか変なボコボコが、うん、もうできもんからほら血がにじみ出とるもんね。本当だ、吸われて。うん、おお、二階堂さんもドライでやるとシワ出なかった。あ、そうですね、確かに。それで出るなら本当にシワ。足はでもなんか見た目に痛そうね。いや、真っ赤っかやん、うん、え、すごい痛い足。いや、痛くない。基本的にやっぱ血流が多いところがこういう赤みが強いかな。あー、なるほど。結局血液の色なので、村野さんの場合ちょっとアトピーの関係でこういうところがあんまできないので、やると多分あの違う中が全部血で満たされてプシャーってなって。ずーんとしますよ。曇ってきる。浦野さんの悪い部分が。あれ、これ僕らの時もなったんですか、これ。こんな曇ったり。二階堂さんはなってましたね。松本さんはあんまなってなかった。汗かきやけかもしれないですね。そうですね。体温が高かったりだとかするとこんな感じで出ることがあります、ね。腰はどうです？腰痛とかは別に。海側の腰が一回強打してるんですよ。最近。いや、昔金属バッテリー投げられたんですね。なんかそれ以降悪い。悪いって、それ以降悪くなりましたね。ぎっくり腰までやってなったりとか。松尾田道中記。超長いのが出てきた。あら。今までで一番長くない。これ最長ですね、多分。ですよね。うん、見ない方がいいですよ、なんか。そう、絶対見ちゃいけないんです、これ。これ編集のせい方がいいよ。いや、一箇所ですね、確かにえらい悪いところがあるんですよ。多分今やった強打したところが。そこです、この辺です。この辺ですよね。はい、はい。分かるったね、それでね。うわ、これ見物だぜ。あ、そんな長いんですね。うわ、おお、あ、いいとこ。いい。うわ、おお。いや、でもなんじゃないですよ。痛くないかな。全然痛くない。全然痛くない。突き抜けるぐらいの長さで。うわうわ、あの見た目のおっさんの水玉と、すごっ、綺麗。うわ、え、満遍なく、デニーもたくあん、うん、相当食紅につけとる。ラディッシュ、ラディッシュ、うん、え、汁が、汁が、いや、喜んのがていうか、何もなってないそこ。だから、あの曇ったやつが落ちてきて水滴になっとんだね。そうです、汗ですね、だから。なるほど、うん、全然違うんだね、本当にね。悪いとこと、こんな極端に腰が異様に悪いってことでしょ。いや、でも今回あの時間もちょっと短めなので、そこまで濃い部分は出ないと思う。ここはちょっとやたら出てますけど、ね、すごいね。アトピーの方なんか特に多いんですけど、結構こう毛穴が開かなくなってる人もいらっしゃるんですよ。豊学だとアトピーの方って熱がこもってる症状になるんですよね。放熱できなさすぎて体内に熱がこもって体が乾燥していくっていうのがアトピーの症状として考えるので、だから民間療法で言ったら温冷浴とかもそうなんですよね。あったかいのと冷たいのを繰り返すことで毛穴を開いて正常の働きを取り戻すっていうのが温冷浴の考え方。まあ、それと同じです、これも。なるほど。ということは、浦野さんとか本当にあれだ、岩風呂とか、うん、サウナとか、ああいうのはいいわけだ、うん、そうですね、サウナとかはいいかもしれません。もう一歩、ちょっと、ごめんなさい、岩盤浴やろ。俺、今、岩風呂って言ったよ。あ、なんでその2つかなと思ったけど。松尾田道中記。
意外と症状は出てないんですけど、やっぱ腰の方が悪いんですよね、どちらかっていうと。赤いなりすげえ。すげえ。うわぁ、悪い。意味が分からん。意味が分からん。もうマジックでしか見ないやつですよ。マジックは言い過ぎでしょ。剣飲むやつと変わらんでしょ、これね。違う。中から小さいグラムさんがててーん無傷やったみたいな剣のねマジかこれすごいなこれはいやここ硬いっすねそんじょそこらの鍼灸師硬いっすかここやっぱ硬いですすげえ全然入らんそう数箇所だけ硬すぎるところがあるんですよね。うん、あ、来た来た。おお、地層みたいな地層。ブラノさん見てないから長いって言っても今までの長いのを想像するじゃないですかやっぱ。これ見ない方がいい。びっくりすると思うこれは。有明海の干潟こんな感じになってますよ。いや。腰が痛い。そう、ふわーっていうのは何ですか？そう、黙ってくれます？ふんとくれます、ふんと声が高い。いや、ね、雪うさぎみたいな声になってる。その硬いっていうのはなんか筋肉自体がカチカチになってるとかいうことですか？あ、そうですね。結構コリっていうとこう筋肉全部硬くなるイメージがあるんです。全部繊維なので部分的にこうすごく硬くなるところがあるんです。そこが結構ツボであったりだとか、こう直すべきところだったりするので、はあはあはあ、そういうところ。いや、抜き差し出したり入れたりでしょ。すごいこれは。すごっ、マジ？いや、見よる方がね、見よる方がずんどるもんすげえ。いや、でも腰は劇的に軽くなると思います。なかなかこのマッサージとかじゃ届かないんですよね、ところで。まあそうですよね、あの深さですもんね、だってね。本当に凝りの中心にダイレクトに針入れて緩めてあげると、すごい軽くなったりしますので。これ、すげえな。すごいね。松尾田道中記これどうかと思うよね。だって何もなってないっていうのはおかしくないですよ、うん、吸ってんのに。うわっ、いや、後の深さもすごいね。なんか、浦野さんの場合ですね、奥の方の血管が硬いんですよね。松尾田さんとか二階堂さんとかっていうのは表面の毛細血管の血流が悪いせいで水玉すると、うん、すぐ真っ赤っかになるんですけど、浦野さん多分ですね、アトピー肌なので表皮にそもそも毛細血管が少ないんですよ。なるほどなるほど。だから水玉してもあんま色味が変化しないんですよ、そもそも。だからですよね、こんだけ描いても血が出てないっていうのが。そうなんです。アトピー肌の人って皮膚が基本薄いんですけど、ただ栄養が届いてないんですよね、皮膚に。毛細血管が必然的に少なくなっちゃうので、あんまりカッピングしても出ないんですよね、色が。ほー、でもしてあげるとだいぶ血流とか良くはなりますので、足自体はだいぶ軽くはなってくると。僕らみたいにさ、こういろいろ言ってこういう話をいろいろ聞くじゃないですか。だからなんかね、こういう東洋医学のやり方っていうのがいいとかっていうのをしっかり分かるけど、普通に生活してたらもう一個病院行ってその先生の言うことを信じちゃいますからね、普通は。ね、そう、怖いよね、そう考えたらね。まあ、病院の検査も大事なんですけどね、うん、大事なんですけど、病院の検査だけだと分かんない部分とかもあるので、うん、だって浦野さんみたいに分からない原因がないって言われましたって言ってね、異常なしって言って放置しちゃうっていうことはあるわけですもんね、うん、どう考えても異常あるもんね。だから異常がないんじゃなくて分からないっていうことよね。そう、うん、原因が不明っていう。そう、だからそう言えないからね。痛風でもないんやろ。うん、めちゃくちゃ溜めちゃうの。ちょっと眠いんでしょ。ああ、なるほど。そんだけ気候に刺されたらね。うお、すげえなこれ。いや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 、無理る。いや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 。これ皆さん3倍料金ですか。いやもう眠たなっちゃうやんもん。あーやばい。うん、見ないのこれ。絶対見ちゃいます。この放送は見らんの。はい。わ、あのね、千枚同士みたいになってる。千枚同士で長いですね。ガチで長いからね。これが一番長いんですよ。長い。いやいやいや、めちゃくちゃ長い。いやいやいや。
あ、でもなんか見た感じ柔らかくなってますね。そうなんです。うん、本当だ。もうふにゃんふにゃんになるので。本当だ。整体とかでも全然緩むは緩むんですけど、物理的じゃないと緩まないとことかもやっぱあるので。あ、なるほど。しびれはどうですか。今ないです。今ないです。はい。見ちゃダメですよ。見ちゃダメ。見ちゃダメ。これでもう一回首後ろに今向けてみてもらっていいですか。突っ張り感は今どうですか。あ、ないです。突っ張り感。本当ね。上がってはないけど、うんうん、この状態で突っ張りがないから突っ張り感はない。目薬させんやろ、そんなんやったら。あ、やっぱりさせないです。膝枕でね、お母さんにさせてもらうしかない。それはないけど、お母さんさしてっつって。いや、お母さん膝枕、耳かきしかしてくれんけど。いや、耳かきはするんや。今腰です、違和感大丈夫。はい、大丈夫。さっき背中に刺された針がここまで来たの。背中の真ん中に刺したやつが体の、この辺まで足の前まで来た感じ。来た。ちょうどそこが痛いところ。へー、あ、そうなの。今日出したところでピンポイントですね。だから背中からそこに届く長さやったら、ちょうど。針の長さどんくらいか知らないのか。こんなんそんな、そんなん届いた。やけ多分届いたんだと思う。いや、そんなん入れるんすかっていうのがそれ。そう、そんなに長かった。そう、人間スペの向こうに随分取れましたね。こっちの方ですね。こっちがまだちょっと頑張る感じがあります。だいぶ足のラインというか骨のラインが見える。あ、そうですね。ちゃんと足になった時にね、むくみが左足の方がまだ頑固ですね。ただマッサージして取ってもいいんですけど、マッサージで取っても所詮一時的なので改善にならないんですよね。定期的にちょっとやっていきましょう。しびれはどうですか。しびれはないです。嘘、うん、消えた、うん、今ないです。すごいね、うん、で腰が軽くなったって言ったの。腰も軽くなりました。頑張りました。頑張りますありがとうございました。松尾道中記。すごい楽ですね。軽いですね。まっすぐ立ったもん。足も腰もいつもまっすぐ立てないの。そうなんです。でいつもこう、いつもこうやったんで、こうするの、うん、そうなんですよ、ね、こっちと変わっちゃうんですよ、うん、今日は普段マッサージとかでも手が届かない筋肉まで針を入れて硬さを取ってます。はい、なんか長い針を取ってます、うん、でも見ないほうがいいです。見ないほうがいいです。見ちゃうと痛くなるし。長い。なんか足まで来たの。足まで来ました。ここまで来たの。この辺まで来た。ここまで来た、うん、すごいね。背骨の間を通ってる神経に当てたんですよね。うーん、ああ、なるほど。ピンポイントだね。そうです。だからここからこう流れて足の太ももの方まで、あ、ここは感覚があるってことですか。そうです。ああ、なるほど。普段は王子使用されてないんですね。そうなんですね。これず本当にしてないことはないんですけどまあよほどの事情がない限り。そうですね、あの重症な方とか難病な方とかは出てるんですけど、うんうん、もうこういう感じの方ですね。だからね、うん、の方はもうぜひいらっしゃってください、はい、すごいいいものを見せてもらいます。いや、本当ありがとうございます説明欄に全部貼っておきますんで、ぜひよろしくお願いします、はい、じゃあチャンネル登録もお願いします。お願いします。せーの、まさかのムンバイ。カナ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 目の浜で6年カナ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 天神店もありますよカナ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 針の治療の専門家迷わず行けよ行けばわかるさ1,2,3カンナ来てください。でもこの後剣道ですね。はい、あんまり緩めすぎると力が見えなくて、最近でもいい感じでね、力抜けてるんですよ、これは。ああ、いいですね。力がね、人間とガチガチになってくるから、そうですね。武術とか、そうです。人を傷つけちゃうんね。そう、本当、気をつけてみて。相手からダウンを奪う脅威じゃない、そうじゃないから、剣道はね。相手がどんだけ痛もうが、意味ないから、剣道は。ちゃんとやってください。